皆さん、こんにちは。今日は日本の芸能人をご紹介したいと思います。格闘技ネタを得意としています。モノマネのレパートリーは、自身が大のプロレスファンということもあり、プロレスラーが多数を占めています。この方は、有田哲平さんです。有田哲平さんは、1971年2月3日に生まれ、日本熊本県出身の男性お笑いタレント、司会者、放送作家、俳優です。お笑いコンビ、クリームシチューのボケ担当で、立ち位置は向かって右側です。相方は、上田晋也さんです。1991年12月にコンビ、カイジャリ水魚を結成しました。1992年から開始したフジテレビ系、バラエティ番組、ボキャブラ天国のシリーズに出演、爆笑問題、ネプチューンら多くの芸人と共に人気を博しました。2001年10月にコンビ名をクリームシチューに改名しました。転機となったのは2003年です。上田さんがテレビ番組、虎ノ門の1コーナー、うんちくを決定戦で優勝。以降、上田さんはうんちく王の称号を共に、うんちく芸と呼ばれる芸風で、数々のメディア出演や執筆活動を行います。たとえツッコミも知られるようになります。